人穴藤子を遺跡。閣業はここで修行したとされる。閣業商法3年6月3日は、江戸時代に藤子を結成した人々が信仰上の階層として崇拝した人物。大職官、藤原鎌たりの子孫。長崎の武士の左近、大助原久光の子として生まれる。俗名、長谷川左近藤,藤原国武。閣業の伝記には、数種あり、 それぞれが内容を意味する。しかし、応仁以来の戦乱の収束と、遅刻安民を待望する父母が北斗星に祈願して授かった子だとする点や、7歳で北斗星のお告げを受けて、己の宿命を自覚し、18歳で開国修行に出たとする点などは、共通して記された。そうした共通記事に即して、各業の行状を理解すれば、それはおよそ次のようである。 当初、修験道の行者であった閣行は、日立国での修行を終えて、道の区国宅国屈に至り、その岩屈で修行中に、縁の行者より、お告げを受けて、富士山麓の一穴にたどり着く。そして、この穴で四寸五分角の角材の上に妻立ちして千日間の苦行を実践し、永六三年、閣行という行名を与えられる。その後、閣行は、 富士東杯や水ごりを繰り返しつつ開国し、修行成果を上げるたびに、宣言大日時により、正義や、恩見抜けという独特の呪符やマンダラを授かった。なお、正義は、特に病気併与に効力を発揮する呪符であったらしく、江戸で薬病が蔓延した際にはこれを、数万の人々に配して救済したという。後継者は二世非行費、三世赤羽心、四世、 前の月、五世村上月神と続いた。村上月神の死後は、月神の次男、六世、村上後世の後世派と、心あるいは月の弟子月行から、職業魅力への魅力派がある。魅力派は、枝子を認めたため、そこからさらに清安派、伊勢派、出雲派などを、俗に、八百八甲と呼ばれる、多数の派を生んだ。その中から主流として、 職業の三女伊藤一行に連なるとする、小谷三氏が、神仏混合を廃して、神道の一派として、不自道を成し、明治維新の頃大きく教派神道の柴田花森、率いる、実行教と、志士の藩率いる、不相教へと分かれた。また、丸山教なども生まれたが、そのままの形で残る校も複数あった。構生派は、 枝子を認めなかったため昭和に入り断絶するが、その光景を称する宗教として、富士教が存在する。ありがとうございます。